こんばんは。こんばんは。簡単にちょっと報告だけいたします。昨日、原発メーカー訴訟を東京地裁に提訴しました。で、原発事故賠償法では、原発メーカーが何にも責任取らないでいいというふうになっているので、これはおかしいということで、20人以上の弁護士さんもどうでもよくないです。それで、1月でちょっとだから昨日ですね、国内外1600人の、原告で、提出しました。私もその中の一人です。それで、2月にですね、また2月末に第2次の提訴しますので、皆さんどんどん、原告になっていただきたく、よろしくお願いいたします。絶対に原発メーカーの責任はあると思いますので、法律自体がおかしいので、それをとにかく通っていこうということで、金額そのものは全く問題しなくて、その責任が絶対あるだろうということを通っていくという裁判なので、皆さんよろしくお願いします。で、2月9日選挙絶対に行きましょう。投票率を上げれば組織票は問題ないです。とにかく投票率を上げましょう。よろしくお願いします。